オアシズの三浦さんは独自にめちゃイケメンバーのポジションを捉えており、自分はドキュメンタリー部門だったと評しています。三浦さん曰く、ドキュメンタリー部門は、本当に怒ったり笑ったりすることで笑いを作るタイプで、キャラを演じるとかではないという意味ですね。このドキュメンタリー部門は三浦さんの他に、鈴木紗理奈さん、極楽の加藤さん、よい子の二人にゃべしだという。ただし、よい子の二人とにゃべしはニュートラルで、どちらにもなり得たようです。そして、反対にしっかりキャラなどを作り込むことで笑いを作るコント部門。コント部門には岡門、極楽山本氏、オアシズ大久保さん、雛形あきこさんだとしています。あれ？シンディーは？